はい、どうもいらっしゃいませ、ポンちゃんです。本日は片焼きそば作っていきたいと思います。普通の焼きそば動画があんだけね、ショート行くと思ってなかったんで、ちょっとびっくりしてて、まあ流れで続けて、麺も余ってるし、片焼きそばかな、みたいな感じでございます。こっちのフライパンの方ではね、上からかける餡の方になるものを作っていくんですけれども、まあ、いわゆる発泡菜系統の前と思っておいてください。まあ別にね、何入れたら赤、何入れていいとかっていうのが特にないんで、今の時期でしたら白菜がないんで、今回キャベツで代用して作っていこうかな、みたいな感じです。まあ実際ね、まかない作る分なんで、発泡菜っていうほど、もう具材入れないんですけれど。つまみを塩と、塩。じゃあ蓋をして蒸らしていきます。麺の方に関しましては前回と同様で、先に一回軽く水でほぐしてこっちで焼いていきます。軽く水で切ったらこんな感じで広げて焼いていきます。片焼きそばよく中国料理屋さんとか行ってやるのっていうと、揚げた麺でやることが多いんですけれど、やっぱりそれやったらカロリーがちょっと高すぎるなっていうのもあって、こっちでこう焼きでやるやつの方があっさり食べれて好きなんで、僕はこういうやり方でやっていきます。お酒加えて蒸していきましょうか。ちょっとフライパンひっつきやすいので、もう気持ちいい油足しておきましょう。でお出汁ですね。あったら鶏ガラをスープの素とか加えてあげると、また中華感が出て美味しいと思います。ないんで、僕の場合はもうそのブイヨンで代用しております。スモークだけこう砂糖、オイスターソースとかそうなんでね、ちょっと味とか整えていただくのもありだと思いますが、今回はもう醤油ベースで簡単な味付けにしていきたいと思います。濃い口醤油使うとこういう時色が濃くなりすぎるんで、薄口醤油の方がまあ色味的には綺麗かなと思います。気持ちね、薄めの味になってます。で、ここからちょっとだけ煮込むっていうのと、とろみつけるときにちょっと水分とか入るんで、気持ち、ここ、完成形としては気持ち味見したらちょっと濃いかなぐらいの状態の方がいいと思います。こちらちょっと炊いて、野菜とかそんなの、旨味とかそんなのをしっかり出していってる状態です。こう、焦げ目がついてきたら、ひっついたりするんでね、そういうときは軽くこすって剥がしてあげてください。で、片焼きそばやるときね、麺がある程度こう切れて短くなってもそんな気にしなくて大丈夫です。こう適度にこう焦げ目がついてる場所っていうのがある方が、食感はクリスピー感が出て美味しかったりしますんで、ある程度焼けてきたら混ぜて、またね広げてみたいな形でして、こう全体的にまばらにこうクリスピーな食感の焦げがついてるかなみたいな状態に仕上げてあげてください。こちらは一旦火を止めてから、水溶き片栗粉の方を全体的にやっと加えます。に軽く一回混ぜてあげましょう。水溶き片栗加える前に火止めてから混ぜてまた火つけた理由はって言いますと、そうした方がダマになりにくいからです。必ず一度沸かしてあげてください。沸かしてあげないと粉臭さがこう残ってしまって美味しくない状態になってしまいます。止めてから加えて全体を混ぜて、ちょっとだけね、あと蕎麦と絡めることを考えると、もう気持ちだけこしておきましょう。これであんかけの方は完成です。というわけで、そばの方も適当にこうカリッとした部分がついてきて、またきました。これね、もう気持ちガリッとさせたいという方は焼いていただいても全然大丈夫です。まあ、僕はこれぐらいの加減でも十分美味しいかなと思うので、今回はこれで仕上げていきます。はい、というわけでこんな感じで、あんかけ片焼きそば完成いたしました。早速食べていきましょう。というわけでいただきます。あんと麺が絡んでね、めっちゃこれうまいんですよね。でいただきます。いや、実家で、ね、母がこういう料理をよく作ってくれてたんで、せっかくね焼きそば
動画依頼があったんでね、そうやったらちょっとこういう変わったエキソパーとかもいいかなというので、ちょっと紹介してみました。ね、ちょっとよく焼けたところは、いい感じ、カリッとした食感がありつつ、で、あんをこう吸っていって、絡んでいってってしてね、もう一回トゥルントゥルンになってて、ズル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 ってすりながらで、ね、旨味の塊がこっちの中一気に広がるみたいな感じで、めちゃめちゃうまいですね。よりさっぱり食べたい方なんかは、こう数滴落として食べていただくなんていうのもありだと思います。というわけで本日は以上、こちらの、あんかけ片焼きそばの紹介でございました。また今後もいろいろ美味しい料理紹介していきますので、ぜひ皆さんのチャンネル登録に高評価よろしくお願いいたします。それではまた動画で、バイバイ。